でも社長あれでしょ、アメリカ行ってた時結構見かけたんでしょ。それはそれはね、いっぱいいましたよ。ふーんあれテレビでずっと前やってたけど、はい、カリブ、はい、ほらカストロの方がここ断絶してたじゃないですか、はいはい、あのオバマがキューバキューバには行ったことないんでしょ。はい。じゃあやっぱりこの手はアメリカでしか見かけてないんだ。そうです。だからキューバとかにこの1930年から50年があるん。ゴロゴロしてるんですよ。ゴロゴロしてるん。はい。じゃあキューバの車じゃなくて実際にはあんまりあれなんだ。まあ覚えてないもんね、いくらなんでもね。ある程度の形は覚えてるにしてもね、微細、詳細まではね頭の中に入んないですよね。あ、いつも見かけてるっつってもね、一応悪いけど、だから4台ぐらい購入したの。そんなにだって3万いくらとか4万円近くしたもん、全部で。何するんすかそんな、何するんすか。いやだって知らねえからさ、参考でどうなのかなと思って。次はね、うん、これの次はダッチの A100 作りますから。そう、ダッチってフランス、オランダってこと。いやいや、アメ車のダッチ。あ、ダッチね、うん、はい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 、ダッチの A100 を。いや、それがいいかどうかは分かんないけどさ。いや、これがね、シンプルでいいんですよ。シンプルでいいの、うん、他のはみんなカスタムしとうやつなんですよ、俺が見よったの。そう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 、そういうのがあるよね、うん、シンプルでいいの、うん、他のはみんなカスタムしとうやつなんですよ、俺が見よったの。そう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 、そういうのがあるよね、うん、すげえ、ほら結構だから、そこそこの金額したから、うん、これが一番なんか値段が高かったわけだから、そこそこあるのかなと思って。あとは社長が黒にするとかなんか言ってたからさ。すげえ、ほら結構だから、そこそこの金額したから、うん、これが一番なんか値段が高かったわけよ。だからそこそこあるのかなと思って。あとは社長が黒にするとかなんか言ってたからさ、はいはい、ねえ、塗装してもらうのがいいんかなと思ってさ、うん、待てよと思って見て、ほら社長だからさ、ホームページからダウンロードしたらさ、はい、このページいっぱい出てきたりさ、ねえねえ、これあ、こういう車なんだと思ってさ、シボレーの3100で、うんうんうん、いっぱい載ってたよ画像は。いっぱいあるんですよ、うん、ミニカーは特にあるんですよ。でさ、こんなんだったら模型屋に売ってるんだと思って近くの模型屋行ったんだよ。ないっす。そしたらないんだよ。ないっす。え、模型屋にないっすよ、模型屋。うん、だあれがあったよ、ハイラックス。ああ、うん、ああいうのあったけどさ、ダッチじゃなくてこれがないんだよ。これなんすか。あ、それだからあれじゃない、宣伝と雑誌じゃない、宣伝。ほらカタログ送ってきたんじゃない。はいはい、それ入ってたんでしょ一緒に。そうです。違うん、入ってた。うん、だからこれもこんなおもちゃが好きだったら1万円も出してダイカスト買うんだったら。いや、板金の工具です。あ、本当に。じゃあそれ宣伝どこの、あれ KTC かなんか。いや、スナップオン、インプレット。いや、かっこいいじゃんえ、かっこいいじゃん顔が。そういうのイメージすればいいのかね、なんとなく。それの黒ってこと。黒ね、黒はなかったよ。アイボリーとか、うん、あ、ネイビーブルーはあったよ。ネイビーブルーある。ネイビーブルーの1台買っといた。それとあとそういう形じゃないけど黒の1台、それ7000いくらかなんかの値段。それも楽しみだよね、うん、
顔洗ってんじゃん久々に。そう、俺が実物を見てみたいなと思って。あのだってアメリカ行ってた時実物ずいぶん見たんじゃない？実物は見たいですよ、うん、でもこのほら目の前でこういう作りながらこういうのを ね、いやまたさ勝手に作るんかなと思ったらさ違うんだね。気に入った？気に入ったですね。どうなのよ後ろのリアのその、うん、いやリアがね、うん、リアゲートは開かないにしてもさ、リアゲートは開くんですよ。え開くの？開くの？開かないかな。開かないだろ、筋がついてねえもん。いや開きます。開くん？あらさすがダイカストのパーツだ。開かなかったら怒るよね。ほらあ本当だ、ラララそれがリアゲートってね、怒るよね。あ、本当だ、ラララそれがリアゲートだね。だけ K だから、ああこのステップサイドフェンダー、ああちょっとこじんまりと作ったんですよ。ああ本当はこのベッドの上まで、ああ荷台の横まで上げたかったんですけど、ああ、はいはいはい、車検の関係があるからどうかなと思って、うんいいね、かっこいいね、かっこいいね、やっぱり。いやこのね、うん、後ろがねなかなか映像に出てこなかったんですよ。おだけど後ろ見てみたいから、ほら雑貨屋でブルドッグってあるじゃないですか、はいはいはい、あそこに時々売ってるんですよ。ああブルドッグって国道沿いとかなんかあるんですね。そう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 、お店ね。だって売ってたってなかなかあれでしょ、ダイカスト製で、うん、ないですね、ダイカストっていうのはないよね、あんまりね。かっこいいな。かっこいいよね。重いでしょそれ。重い。ケロ数は見てないけど重いはずだよね。おもちゃやねえよな。え？おもちゃやねえよな。うん、だって今だったら中国製って言えば何千円で買えるじゃん。社長これハンドル切ったらタイヤが曲がるよ。あ、本当に。あ、本当だ。見て。本当だ。ハンドル曲がってるでしょ。うん。タイヤが曲がるよ。あ、本当に。あ、本当だ。見て。本当だ。ハンドル曲がってるでしょ。うん。3年3100ピックアップ。このリアウィンドウを何とか復元したいですね。おこのコーナーウィンドウ、はいはいはい、ここね、ほら、うん、いいや。え、あとだから3、4台来るよ。本当ですか？本当何買わなくても、いや値段が違うからさ、どうなのかなと思って。でも7000いくらっつうのも、うん、結構いい値段だよね。いいですよ。普通だったらさハイラックスがさ、はい、おもちゃ屋に売ってたら見たけど、だいたい3000ぐらい、うん、2500円とかそういうの、うん、見てくださいこのシルエット。いいね。ちょっとこじんまりとここにこう来るんですよここにライトが丸が入る。あーなるほど、それでライトが丸なわけね、うん、このねライトも今解体屋に頼んでやっとあったんですよ、うん、丸ライトが2個とこのメッキのリムがついたミラダイハツのミラジーノ。おー、はいはいはい、それにリムがついてるんですよ。はい、あったの？ありました。はい、奥田さん あったから撮ってますよって聞いてもらったんですよ。はい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 、それをこのままここに移植してやる。ああ、はい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 。でちょっとフェンダーを3センチ膨らます。うん、カネライトで。はい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 。かっこいいな。ああ例のなんだっけ、矢崎かなんかの、はい、昭和何十年代のサラのあれがあったところ。いやいや違います、解体屋。え、あ解体屋ね、自動車解体屋。はい、綺麗なメッキだった。いやまだ質は見てないですよ。 あったら取っといてって言った。だって生意気なことにこんなんで1万円するんですよ、ダイカスト製だから。ダイカスト製って書いてあったから、あ本物だと思って見て。開くんでこれ、
いいね。絵になるよね。このコーナーウィンドウどうにかならんかね、社長。どうにかなるさ。FRB で片物があれば、物とお金出せば、どうにでもなるよ、そんなものは。だって社長考えてみなよ。アクリルでいいもんね。うん、それもそうだけど、月板用の材料作ってんだよ、ね、開発して。どうにかなるよ。あとね、3種類ぐらいまだ、まだ買って1個台ぐらい買ったらこれだから、そこのカウンターのとこ置けばいいやんね。ね、いいんすか。いいよ。でもチビに投げるなって言っとかないと。言います。チビにはいじるよ。触りたがっちゃって。絶対触りたがるよね。なります子供あったらね。俺だってはしご持ってきたって取るもんね。何か物でも落としてでも取りたいぐらいだ。そうだよね。そうだよね。触っちゃダメだよなんていうもんこそ触りたくて。そうだよね。もう熊手があったら絶対熊手であれだよね。引っ掛けますよね。軽トラがこの顔やったら可愛くねえや。買わねえよお前。買わねえって関心ないって興味のない人はねない興味の興味湧こうもこんなシルエット見たら。でもさ、この手の車が走ってたらやっぱ振り返ってみるよね。しかも軽だよ。うん、軽だよ。軽コロだよ。軽トラでこれやったら誰でも欲しがるって。見るよね。誰でもってわけじゃない。いや、おじいちゃんおばあちゃんは買うかってなるじゃん。そう、ね、俺はキャベツが何十個詰めればいいんだってやつだから。あ、これやっぱライトが引っ込んどかないから、やっぱライトここ。あ、そう。聞いてる？おじいちゃんとかは買わないだろう。わかんねえよ、じいさんでもかっこいいと思ったら買おう。80のおじいちゃん。このライトは買える顔でうんと好きなやついるんだよね。なんでもね、カパッと上がるライトと、そのあれはね、全然ね、アクセス数の数を言ってもね、関心ねえんこいつ。ああ、そうだね。すごいよ、昨日ね、1時間動画上げたんですよ、これで撮った2本、はい、1時間動画、アクセス数が60超えてる、もう。1時間だよ、1時間の動画なんか見ないよ、普通。チビだ、チビは見てるか。アンパンマンとかドラえもんは1時間以上、そういうのはね、4時間も見てるからね、あっという間に 1ギガ終わっちゃって。いや、普通見ないね。いや、こういうのは見ない、私も興味がない。うわ、こんなの見よったらなんかそこら辺のバン買ってきてバンで作りたくなるね、うん、社長のアベニールバンとかで、うん、重いのか。重い。お、重いほら、重い、重い。あれ、これダイキャストじゃん。ね、なんかおもちゃのように見えたけど。そうだよね。これね、よく見てやん。どこが作ってんの、ね、うん、これ鉄道、ここは、ここもドアも。お言葉返しますが、アルミです。アルミか、うん、大カストは普通アルミです。アルミぞ。アルミに思えませんね。うん、だからあの中鉄に思えるよね、重さでね。ちょっとドアがこう裏ついて。あ、ほんとだ。不良品ですかね。不良品だね。でもさ、だってさ、そんなグラグラしてるわけなくない。不良品ですか、ね、不良品だ。ほら、1万円も出したんだから電話してクレーマーって言った方がいい。ドアがお前クレーマーやわ。グラグラしてるんですよ。いいね。そう、ドアがさ、グラグラするっていうのがいいよね。そう、これがね、アメ車のアバウト的な感覚なんよ。水もね、当たり前よって。あ、そう。わざと動かすんでしょ。動いてんでしょ。いや、そんなことないよね。こっちは、こっち側はね、こっち側はね、ちょっともうアバウト、ほら本当に信じがダメやん。うそーと言った方がいい。そんな信じられないな。ほら、それ動かすって並大抵のことじゃ動かないんだよ。ほら、お金出した人はさ、ね、そう思っちゃうじゃん。ちょっと、良品かな。でタイヤがパンクしてるかわかんねえ。454が乗ってる、ちゃんとリアルティーに。何が乗ってる。454エンジン。エンジンのあれかい、うん、まさかこれ金属じゃないよね。いや、そこはプラでしょ。プラだよね。あ、プラだ。うん、でもメッキがかかってるよ、インテークの方に。あ、本当に。生意気に。本当だ、インテークマニュアルドメッキしてる。まあ、ハンドル見よってないのに。あら、動く。うわ、デフレンシャルみたいなのはあれかね、あるんかね。あ、動くんだ、すごい。デフレンシャルみたいなのは、デフ、うん、デフは取ってつけたようなデフ。ああ、射出で形作ってるんだ、一応。うん、
ミッション紙でちゃんとシルバー塗ってやる。組み立てる前にあれかい、メッキしたんかい、塗ったんかね。塗ったんでしょ。すごい。このエンジンもそうしなきゃ。後ろ開くじゃん。後ろ開くんだよ。ちょっとこう、歪んどうね。いいね。俺の作る系と一緒ぐらい。遊べるね。社長、写真撮れたでしょ。ね、うん、遊べるやつ持ってきたよ、持ってくる、持ってく予定だよっつって。ウィンカーがないね、こっち。あれ、あ、本当に。ほら違うよ。あ、そういうんなん。1950年代じゃここだけだよ。なんだよ。ウィンカーないねとか言ってた。ウィンカー作りゃいいじゃん。もともとないんか。うん、もともとないよ。あ、ほんと。もともとない。そうだ、これ何じゃ、この白いの。もともとない。あ、じゃあブレーキなんかないの。ブレーキはあるくさ、オートマだよ。違うよ、違う、ブレーキランプ。オートマな。オートマ、いや。そうだろ。ブレーキのランプっつうのはない。オートマじゃねえだろ。オートマじゃない、ミッションだな。ミッションだよね、オートマじゃあるはずねえよね。面白い。そんなのが。これね、多分この年代はウィンカーないと思う。ウィンカーがない。うん、多分このリアリティになってないけど、ここのピラーから、はい、ピョンって飛び出るやつがあるやん、昔の旧車。あ、はい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 、ダイハツのあの三輪車みたいなやつね。はい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 。ほえ、社長、コーヒー取ってくださいよ。はい、ありがとうございます。かっこいい。これが、これで軽トラやったら買うやろ。中にはケトラいいよね、どれのね。こうなるのか。ああ、どのくらいだからリアリティあって見る。グリルがここに来るから。はあ、に来るから。いや、誰かさんがこの前は熱く語ってたからさ、カネライト削るに削ってさ、だから、ああ、でインターネット探したらさ、それの、それこれ何百種類って出てるんですよ。うん、出てるね、種類ね。それ、それがあったからさ。これは本物だよ。あ、そのレトロなさ、そのそのさ、すげえいいのがさ、その感じのがあったからさ。うん、だから何種類も出てんだよね。うん、うん、あったからさ、あ、いいなと思って、あ、これかと思って。よくテレビで UFO が飛んでたり、じいさんがば、じいさんばあさんがアメリカのね、運転してんのね、見たからさ。これ赤、青、白に塗ったら日産のトリコロールかなと間違えられるよね。そうだよね、そうだよね。あら、そう、ね、赤ちゃん病院行ってきたんです。あ、本当に。1万700円もする、社長。そうだよ。すげー。だからあと7000いくらの、うん、がどんなんかなと思ってるのさ。うん、それも そこそこだよなと思って、うん、それでもやっぱなかった、うん、やっぱりあれ、その片側だけしか、そのウインカーのあれはレンズはないんですかね、それね。そうですね、うん、でも社長あれでしょ、アメリカ行ってた時結構見かけたんでしょ、それは。それはね、いっぱいいましたよ。ふーん。あれ、テレビでずっと前やってたけど、はい、カリブ、はい、ほら、カストロの方が国交断絶してたじゃないですか、はいはい、あのオバマが、キューバ、キューバ、あ、キューバ、キューバ。キューバには行ったことないんでしょ。ないです。じゃあやっぱりこの手はアメリカでしか見かけてないんだ。そうです。だからキューバとかにこの1930年から50年があるん。ゴロゴロしてる。ゴロゴロしてるん。ああ。じゃあ、キューバの車じゃなくて実際にはあんまりあれなんだ。まあ覚えてないもんね、いくらなんでもね。ある程度の形は覚えてるにしてもね、微細、詳細まではね、頭の中に入んないですよね。あ、
いつも見かけてるっつってもね、うん、あれキューバには行ってねえんだよな。なんかいとこが2つ上のやつが、あれアメリカに何年ぐらい行ってたんだ、グリーンカード持ってて。社長の？そうそうそう、いとこ、おお、うん、いとこの2つ上だっけな、はい、うん、でなんか大学かなんか出て、あれ会計士かなんかやってたんかな、うん、日本に戻ってきたんですけど、はい、そいつが結構治安が悪いでしょ、うん、そうなんかね、よく知らないけどさ、何せほら滞在したことないからさ、ちょこっと研修でとか2回ぐらい行っただけだからさ、ホテル住まいでさ、うん、結構いいとこ泊まるじゃないですか、はい、で外に出るなとかなんか言うじゃないですか、はい、あのツアー会社のやつらで出さないしさ、うん、で社長が狙ってたのはこのノーズのあれ、ノーズのとこはやっぱこういう形にするわけ。そうですそうです、ノーズをそれのちょっと小さい版にしたかったんですよ。の形にするんかね、はい、じゃあある程度はあれなんだ、合ってないこともないんだ、はい、じゃあもうちょっとこれはずっと削り、両旗が削り込むわけ、このラインに沿って、うん、もうちょっと、もう2回ぐらい、ワンプライぐらい、うん、あれを乗せて、ワンプライ、うん、もうちょっと兼ねライト乗せて、うんうんうん、ああ両端、はい、兼ねライト乗せれば肉盛りになっちゃうんじゃない、あ、突き出すわけ、はい、突き出すん、突き出しますもうちょっと、じゃあヘッドライトよりずっと出るわけ。そうです、それは車検通るんですか。はい、あ、そういうことね。だってそれが10センチまでなんですよ。ああ、なヘッドライトから、はい、後ろから、あ、後ろからね、前長から、あ、前長からね、出していいんが、うん、10センチまでだから、範囲内で終わらせんと。ああ、なるほど。でも10センチ100ミリか、100ミリっつうと結構な量になるよな。ああ、だって平らな形のがあるじゃないですか、はい、それはまた違うんだ。そうですね、うん、社長こっち取りながらいいですか。どうぞどうぞ、52、僕はもう帰ります。本当ですか。違う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 、そうじゃなくて、はい、ほら、特にさ、はい、色をつけてガラッと変わるわけでしょ。そうですね、これが黒に黒っぽくしたわけでしょ、はい、だからまだ時間はさかかる、はい、とあとは月板貼るのはさ大変じゃないですか。だからこれにものすごい あれですよね、クオリティ高くしてやらんといかんから。おだからあとシボレー風の3100風のはあと3台か4台、はい、来ますから、はい、うん、色すごく種類があるわけでしょ、バラエティが、うん、だからどういう形になるかなって最後は見もん。オーナーは想像してるんかね、
こういう形のは大体、うん、大体写真で見とるみたいですね。ああなるほどなるほどなるほど、大体は写真で見とるってやつ。うん、実物はあれだよね、映画とかあのテレビでは見るけど、実物は走ってるのは見ないよね、あんまりね。見ないですね。ああ。あんまり走ってないですよ。走ってないよね。うん、確かに。社長は実物見てるわけ？いっぱい。俺アメリカで見ました。うん、アメリカでは走ってるんかね。いや、もう骨董品ですね。あ、骨董品。はい。じゃあレア品なんだ。じゃあアメリカのクラシックカーのパレードみたいなのがないと、行動、うん、ね、うん、たまにね、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんが2人で乗って走りようと思ったら走ってるん、はあ、あやっぱ本場だね。俺もアメリカの高速道路を走ってるのはバスツアーだったけど、はい、見たことないもんな。だいたいクラシックカーがあんまり走ってないもんね。日本車ばっかりですもんね。うん、そうだよね。やっぱりあれか、映画とかテレビの中の世界か。社長、あとこの車のマジックのそのバンパーに書いてある黒のラインは何なんですか？あ、それはミスですね。ああ、間違い。はい。なるほど。そこは俺がミスったんですよ。おお。じゃあ、ライトが、その、あれなんだ、旧車のライトが、はい、新しいライトが入ってくるっていうパターンになるわけだ。何、うん、それは11月今月中には入ってくるんですか？いや、もう取り行けばあるんですよ。ああそういうことね。じゃあマスク変えてあれなんだやるっつパターンなの。はい。で社長、ではこのラインが引いてあるところから何センチか出すわけ、カネライトをぬくもりしてっつうのは。マジで。もうちょっとこの辺、ここの部分だけ張って、もうちょっと出して滑らかにして。出すん。はい。へえ。上はひょっとしたらこのまま行くかもしれない。ああ。じゃあ先端だけ。うん。で、こうカネライト張って。はい。要はここ鉄板で作るでしょ。うん。鉄板で作って丸め入れて。うん。ここのボリュームを、あ、はい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 、だからここから下にグリルが来るですね。うん、ここま